はい、こんにちは。ウェベースのアリエです。ボラ TV 第12回ということで、前回の、釣り堀からお送りした奈良屋からの、お題でですね、猫ということで、皆さんブログとか、僕のツイッターとかで、ご覧になられている方は、ご存知かと思いますけども、うち2匹猫を飼っておりまして、なかなか2匹とも人見知りで大変なんですけど、とりあえず今なんとか、1匹ですね来ておりますのでご紹介いたします。クロちゃんです。これですね。もう1匹のサラダちゃんっていう白い猫もいるんですけど、ちょっと今ご機嫌斜めで、出てこないんですけど、あ、ちなみにですね、今日は僕の家からお送りしております。とりあえずですね、クロちゃんが機嫌よくて出てきてるので、紹介だけ先にしようかと思ってるんですけどね。はい。ちょっとね、あんまりこう、カメラとか知らない人とかいると、こうやって変な鳴き声で、すごいご機嫌、ちょっとね、もう完全に今怒ってしまってますけども。やめてるんで。これがね、クロちゃんつってね、皆さんちゃんと、はい、写真とかではご覧になったと思いますけども、初めて動くクロちゃんですね。はいはい、もうすごい。っていう感じでですね、だいぶ嫌がってもらってますけども、もう一匹の猫も、ちょっと紹介したいと思うんですけども、はい、さっきは1匹目の、クロちゃんを紹介しましたけども、2匹目の猫、サラダちゃんですね。クロが逃げてってサラダを捕まえるまでものすごく時間が経ってしまったんですけども。だいぶ人見知りも落ち着いたみたいで、今ゆっくりこうやってしています。なんか奈良園から猫っていうお題をもらったんですけど、まあ特に僕は猫が好きだっていうだけの話で、とかなんかこう猫の生態についてすごい詳しいっていうわけでもないので、なんか特別こう喋ることもないんですが、まあ2匹の猫を紹介する場としてちょうどいいんじゃないかなと思ってます。どうでしょうか。これが動くサラダちゃんです。はい、これ逃げないようにね、紐でこう引っ張ってますけども。6月にライブ続々決まってまして、今までやってるオリコンももちろんのこと、6月12日にですね、ジョンズゲリラの企画で、新宿マウスでやります。そして次の日の、13日、2日連チャンで都内でやることになってるんですけども、音楽と人の企画で、リキッドルームでやるのが決まってます。それと、6月18日の、下北沢シェルターのオリコン、ミイラズさんとやることになっております。どこか日が合うようなところがあればぜひ皆さん来てください。それではですね、次の中畑くんの、お題なんですけども、彼が一番好きなラーメンでいろいろ語ってもらおうかと思っていますので、中畑くんよろしくお願いします。それでは僕の回はこの辺で、さよなら。